皆さんこんにちは。湯沢二拠点生活を実践しています天然パーマの池さんです。今日は湯沢のリゾートマンションに、移住しまして、ちょうど、ね、約1ヶ月経ちました。そこでこの雪国生活の初心者が、まあ、湯沢のリゾマンに住んで1ヶ月住んでみて、感じたメリットとデメリットっていうのを皆さんに紹介していきたいなと思います。まずね、メリットから紹介していきましょう。メリット、まずその1、この湯沢エリアのリゾートマンションって、4ヶ月間の短期契約っていうのができるんですね。これがね、一つ普通の契約にないメリットで、雪山にこもるスノーボーダーとかスキーヤーの人たちっていうのが、まあ、昔から多かったので、この冬期間だけ借りられる4ヶ月間っていう短期の契約形態があります。でこれのメリットは敷金礼金っていうのがちょっと抑えられます。ただし、家賃の月額が上がってしまうので、まあ、相対的に言うと少し安い、通常の契約するよりかは少し安く借りることができるっていうのがまず一つのメリット。それから4ヶ月間の短期で契約できるので、冬が終わったら、解約できるっていうのも一つ、僕たちみたいに期間限定で二拠点生活をする人にとってはものすごい都合のいい契約形態ですね。それから部屋によってはなんですけども、家具とかそれから布団とかね、全部一式揃っている状態で借りられる部屋っていうのがいくつかあります。これがすごくこの湯沢のリゾートマンションのメリットだと思ってて、僕たちは基本的に短期でしか住まないので、引っ越す作業っていうのを絶対に少なくしたいというかね、なるべく最小限に抑えたいじゃないですか。そういう点では家具それから家電一式もう備え付けの部屋っていうのがねあるんですね。こういう部屋があるんですけども、僕のおすすめですね、私たちみたいに期間限定で短期移住される人には、その、家具家電一式揃っている部屋を見つけられたらすごいベストだと思います。例えば僕たちが見た中でどんなのがあったかっていうと、こたつ、ソファー、冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、洗濯機、テレビ、それからね、布団一式4人分ありましたっていうのがね、全部揃ってる状態なので、もう誰かが住んでた部屋をそのまままるっと借りるっていう感じですね。食器とかも全部揃っているので、体一つだけ持ってくれば、はいどうぞっていう感じで、生活をスタートできるぐらいもう全部揃ってる部屋っていうのがありました。たまたま部屋がちょっとちっちゃかったんで、今回僕らの希望するプランとは合わなかったんですけども、やっぱり今思ってみると、家具家電一式揃っている部屋を借りた方がもっと楽だったかなって思ってます。で注意点としては、この4ヶ月の短期契約の場合は、初期費用から家賃全部4ヶ月分まとめて一括で支払う必要があります。なので最初に、その分の初期費用分をね、ちゃんと用意した上で契約しなくちゃいけないので、そこだけちょっと注意点ですね。続きましてメリット2、これねすごく重要、雪かきの必要がない。これなんでかっていうと、各マンションに管理人さんっていうのが常駐されています。泊まり込みで常駐されているんですね。なので降雪があった朝はもう朝一からね、管理人さんが除雪してくれるんですよ。でさらに駐車場には消雪パイプっていうのが備われているので、もう夜中のうちから水を流して雪がたまらないようにしてます。なので、こういう豪雪地帯で済んだ場合、朝の作業として雪かきね、玄関から道路までの雪かきとか、駐車場から車を出すための雪かきとかっていう作業が必要になるんですが、その辺リゾマンに住んでると一切必要ないです。ここの労力がざっくりこう変わってやってもらえるんでね、ものすごい助かると思います。これリゾマンに住むすごく大きなメリットだと思います。もし一軒家とか借りたりしたら、屋根の雪下ろしって言って、屋根に上がってさ、雪下ろしとかしなくちゃいけないらしいんですよ。そんなもん都会もんができるかっていう話でしょ。なのでその辺を、一切合切こうやらなくていいっていうのは、リゾートマンションのすごい大きなメリットだと思います。その3、これはまあマンションによったりとか、まあ、その人にもよるんだと思うんですけども、その地域に溶け込みやすいかなっていうふうに思いました。
この2拠点生活を始めるにあたり、僕たち家族が一番最初に懸念していたのが、子どもたちが、地元の子どもたちと仲良くなれるかなとか溶け込めるかなっていうのを実はすごく心配していました。ところがですね、僕たちが今住んでいるこのマンションっていうのは結構、ファミリー層で定住されている世帯がすごく多くてですね、実はね、小学生中学生もたくさん住んでたんですね。でここの地域は集団登校をするので、このマンションに住んでる子たちはマンションのロビーに集合してみんなで学校へ行く通学スタイルなんですね。で帰りも一緒で、帰ってくる時も何人か必ずお友達と一緒にみんなで集団下校するっていうスタイルを取るんです。初めて登校した日に帰ってきたら、うちの子どもたち早速もう友達ができて、このロビースペース使って遊んだりかくれんぼしたり、それから今毎日そうなんですけども、帰ってきたらここのロビーでみんなで宿題やるんですよ。これがすごく簡単に子どもたち同士のコミュニケーションが取りやすい場として、このロビーっていうのがこういう活用のされ方があるんだなっていうのは住んでみて初めて知りました。でこれがまあ一軒家とか、それからアパートとかを借りてしまうと、そういうコミュニケーションスペースがないので、なかなかそういう時間って作りにくいかと思うんですが、リゾートマンションに住むと、まあ、僕のところはたまたまたくさんの子どもたちも住んでいるっていうこともあって、簡単にねお友達を作ることができたっていうのも一つリゾートマンションを選んだ大きなメリットだなっていうふうに思ってます。そして同じく大人たちも、まあ、こういうふうに人が交流するスペースがあるので、ちょっとした機会にお話をしてみたり挨拶してみたりとかっていう人と人とのコミュニケーションが生まれる場所が、マンションの中にあるっていうのはすごくリゾートマンションを選んでよかったなと思っている一つです。次、これはねもうまさにリゾートマンションならではなんですけども、設備、まあ、そもそも30年前のバブル期に建てられているマンションなので、作りがバブリーですね。大理石作りだったりとか、例えばこういう大きいロビーとかがあるのも、まあ、その時代の名残かと思うんですが、基本的にどのリゾートマンションでも大浴場っていうのがあります。で部屋にも、個別に小さなお風呂はあるんですが、住人の人のほとんどは部屋の風呂って使ってなくて、みんな大浴場を使ってますね。毎日毎日やっぱり大きい湯船に入れる、それからうちのマンションはサウナもついてたりするので、そういう千葉の日常では体験できないような風呂活ができるっていうのがまず最大の魅力。リゾートマンション、マンションによっては温泉を引いているところもあるので、毎日温泉に入れるっていうのも魅力の一つです。それから上にねレクリエーションルームみたいのがあって、そこには卓球台があったりビリヤード台があったり、それからねフィットネスルーム、フィットネスルームにはマッサージチェアがあったりします。そして、ごく一部のマンションですけども、プールですよ。マンションの中にプールがあったり、それからね売店レストランっていうのも備わっているリゾートマンションがあるので、ご飯をね自分のマンションの下のレストランで食べるなんてことができるのもリゾートマンションの魅力です。続きましてメリット5、フロントがあります。マンションに必ずフロントがあります。で管理人さんが常駐されてるんですね。なので郵便物を受け取ってくれたりとか、このマンションに関しては宅急便が来ると、もしお部屋に人がいなかった場合は管理人さん、フロントの管理人さんが一緒に部屋へ同行してくれて、合鍵で開けてくれて玄関の中に荷物を入れさせてくれるんですね。なので、再配達をお願いしたりとか、取りっぱぐれがないっていうのも一つ、これすごい大きなメリット。僕ら特に外出していることが結構多かったりするので、その間に宅急便が届くと部屋までね運び込んでもらえる、こんなことしてくれるのですごくね便利です。最初にも話しましたが、除雪作業もねやっていただけるっていうのがあります。それともう一つはこのマンションに関しては特に感じるんですけども、ものすごいね清掃が行き届いてるんですね。このロビーのこの部屋もそうですけども、いつ来ても綺麗、ソファー一つ取ってももういつも綺麗に清掃されています。お風呂、レクリエーションルーム、フィットネスルーム、全ての共有施設において、 あとゴミ置き場もそうなんですが、すごいね全てにおいて共有スペースが、清掃が行き届いているので、すごくいつも、気分よく使わせてもらえる、
そういうメリットがあります。まあ、これはマンションだったらどこもね共有スペースきれいにされているというのは一緒かもしれません。さあ次、これ、みんな気にされることだと思うんですけども、部屋って寒くないのってみんな疑問に思うかと思います。実はですね、部屋がものすごく暖かいです。まあ、そもそもマンションなんて極めて気密性が高いので、マンション自体、部屋の中自体が常に暖かいです。で、暖房の効率がね予想以上に良くて、部屋の中に常設されている暖房器具がすごいちっちゃいものがついていて、これでこんなんで温まるのかなと最初は疑問だったんですが、実際に住んでみたら暑すぎるぐらい。うちはね、その中でもガスの暖房器具、ガス給湯器の暖房器具がついているんですが、もうね、ちっちゃいね温風ヒーターみたいなのがくっついてるだけなんですけども、それ1台で、12畳のリビングと8畳の和室、6畳の和室全部ひっくるめて温まっちゃいました。マンションによっては、電気、オール電化のマンションが多いので、電気式の、なんていうのかな、対流式っていうんだっけな、オイルヒーターみたいな形で、温めるタイプの暖房器具っていうのが多いらしいんですけども、それも住んでる人に聞いてみると、それだけで全然足りてる。特に追加で、ストーブとかなんか電気ヒーターとかを追加で用意しなくても全部の部屋が十分温まるって聞いてたので、そこがね、僕たちが考えてたのよりもすごく良かったなというか、暖房がねものすごい効くっていうことが一つ分かりました。とても大きなメリットで、石油ファンヒーターとか使わなくていいので、灯油の買い出しとかね、給油とかっていう作業もないです。それから、マンションによっては、あるいは部屋によってはですけども、風呂場自体が乾燥室になる機能を持っている部屋とかもあるので、洗濯物なんかの、ね、乾きもすごく問題なくできます。メリットその7、全てのマンションにスキーロッカーっていうのが、完備されています。で、一部屋につき必ず一つロッカーが与えられているので、スキーとかね、それから物着替えとしてロッカーを使います。まあ、これは当たり前なんですけども、さらにチューンナップルームっていうのがあります。これすごく大きな、スキーやスノーボーダーには大きなメリットで、部屋の中でワクシングとか、それからワックス剥がしやりたくないじゃないですか。でもチューンナップルームがあるので、もうねゴリゴリこうワックスがけ、ワックス剥がししてブワーってやっつけて、その後ねもうパーって掃除して、掃除機かけてみたいな形で、気兼ねなく使える広いチューンナップルームがある。これもねすごく大きなメリット。特にスキー、スノーボードっていうのがをやりたくて、この湯沢のリゾマンに住まわれるんであれば、チューンナップルームがあるっていうのはすごく重要です。さあこれ次、これはね僕たちも住んでみて初めて知ったことだったんですけども、なんとこの湯沢のスキー場エリアって、スキー場を回ってくれる無料循環バスっていうのがあるんですよ。で、このリゾートマンションにも何箇所かバス停があって、1日に、まあ、1時間に1本だったかな、あるいは2時間に1本ぐらいなんですけども、スキー場全部をこう循環してくれる循環、無料循環バスっていうのが毎日出ているので、もうマンションからスキーウェア着て、ブーツ履いて、スキーの道具持って、マンションのすぐ近くからバスに乗ってスキー場に行ける、しかも無料で、こういうのがね整っています。例えばこれね、ガーラ湯沢のシャトルバスであったりとか、それからこの湯沢エリアのシャトルバスで、さらにこれ温泉街、湯沢の温泉街とかも回ってくれる無料バス出てるんですよね。それからね、僕ん家のすぐ目の前にある岩っぱらスキー場、ここに関しては電話で、お願いすると、たとえ一人でもマンションの前まで迎えに来てくれる、こんなサービスをしてくれているのも、これまた湯沢ならではのメリットだと思います。さらにびっくりしたのは、僕らがねよく利用させてもらってるスーパー野口っていうスーパーマーケットあるんですけども、そこも送迎バスをね用意してくれるんですよね。時間は決まってるんですけども、そのスーパーとこのマンションの目の前まで送迎してくれる無料バスが出ているので、例えばね年配の方とかね住まわれている方多いんですけども、そういう人たちにとってはすごいメリット。それからうちの妻も車はほとんど運転できないので、僕がいない時に買い出しに行きたいってことがあった時、バスに乗ってね、しかも無料バスに乗って、お買い物に行けるっていう、
こういうバスを発着させてくれてるのもこのリゾートマンションならではのサービスです。これすごいでしょ。さあ、メリットを言い始めるともう尽きないぐらいたくさん出てくるんですけども、まあ、あえて、このまあリゾートマンションに住むデメリットみたいなのも紹介したいと思います。まずデメリット1、リゾートマンションです。ここなので見知らぬ人の出入りが多いっていうのがちょっと懸念点かなっていうところですね。特にこの部屋の所有者の多くが企業なんですね。保養施設として所有されている部屋が多いので、その企業に勤める人たちが週末遊びに来るってことで、まあ、ランダムにいろんな人が出入りするっていう特性があるので、知らない人たちが多く出入りするっていうのはちょっとデメリットっていうかあれかな。まあ当然そうやって、スポットで来る人が多いので、駐車場のマナーであったりとか、ゴミ捨てのマナーであったりとか、それからまあ挨拶しても返してくれないとかって、そういうところがまあ多少はありますけど、まあ、そのぐらいかな。もう一つデメリットとして挙げるとしたら、これまあ特にリゾートマンションだからって限らないんですけども、部屋から駐車場までが遠いと。まあ、我々千葉では一軒家に住んでいるので、玄関開けたらもうすぐね車があって、こう荷物の運び出しとかが楽ちんだったんですけども、マンションに住んでいるとまあどうしてもこう荷物を運ぶのがすごく遠い。それぐらいかな。今1ヶ月ちょっと住んでみて、まあデメリットって何かなって考えてみた時、正直まあそのぐらいしか思いつかなかったです。むしろ住んでみてメリットの方が多かったかなと思います。というわけで、まあ、私たちみたいに冬の短期間だけ湯沢にこう拠点する、移住する、住まうならば断然、リゾートマンションがおすすめですよということを今回皆さんにご紹介させてもらいました。まず一つは初期費用を抑えられる、ね、それから短期契約ができるということ、それから地元の人とのコミュニケーションを作りやすい環境がある。そして最後にもう一つね、やっぱねリゾートマンションなんで大浴場があったりとか、もうリゾート感を満喫できます。あとは周りがスキー場だらけなんでね、もうそもそも僕たちが住んでいるところがリゾートの中です。ものすごいリゾート感を味わえます。この辺、まあ、千葉とはね全く違う環境をこう手に入れられたってところで、リゾートマンションを選んでよかったなと思ったところです。というわけで今回は、まあ、1ヶ月住んでみたリゾートマンションのメリットデメリットっていうのをご紹介しました。一つね、こういった2拠点生活多拠点生活をされる方で、リゾートエリアを検討されている人たちには、住まい選びの一つの選択肢としてリゾートマンションっていうのも検討してみてはいかがでしょうか。まあ僕にしてみると、特にこの湯沢エリアにこういうふうに、短期移住するんだったら、リゾートマンション以外の選択肢がないんじゃないかなって思ってます。超おすすめです。それでは行ってらっしゃい。あ、誰に向けて言ってんだろう。さて次回は、最近ねお友達になりましたこの地元の方が、ぜひねそのリゾートマンションの中を、紹介させてくれるってことなので、近日ね取材しに行ってみたいと思います。僕ん家ではなくて、こちらに定住されている地元の方のリゾートマンション暮らしっていうのを今度取材してみたいなと思いますので、お楽しみにしてください。それではまたおしゃべり動画でお会いしましょう。バイ。